この総裁の専門の人材派遣業、はい、なぜここの業界に行ったんですか？私は技術もないですし、はい、そういった経験も知識も全くないので、はい、ただ出会った相手がやっぱりすごくいい方との縁がありまして、はい、友人がもともと歯科医業をやりたいということを私に提案してくれたんです、はい、その子は結婚式を希望してたんですね、はい、人のお祝いごとに関わる司会者になりたい、はい、で電話をしました、はい、電話をしたら、はい、司会のスクールの方から言われたのが、はい、司会業は、はい、今からいいと思うんですけど、はい、その当時電話した彼女は35歳だったんですね、はい、で年齢が行き過ぎていると、はい、なので、はい、結婚式の司会は身につけても仕事があんまりないかもしれませんよ、はい、なるほど、でせっかくだったら、はい、お葬儀の仕事を勉強された方がいいんじゃないですかっていうことで、司会業としても年齢が上の人にその仕事が回ってくるのは葬儀の仕事じゃないかと、はい、彼女が言った言葉が、はい、すごくいいヒントになって、はい、だってなんか結婚式は土日しかないけど、はい、お葬儀は毎日あるらしいって言ってきたんですよ。なるほど。当時は現金な毎日をこう、はい、ね、借金を返済するための毎日をやってたんで、そう言われると毎日ならいいねっていう、毎日仕事があるっていう、あるなら、うん、ポイント一つ、そう、はい、そういうお葬儀の中で実際にやってらっしゃる会社に電話したんです、はいはい、その中のある一社の、はい、社長さん、はい、女性の社長さん、こういったお葬儀の勉強をしたいんです、はい、教えてくださいって言った時の、はいはい、その電話の回答が、はい、そんなお葬儀を勉強したいなんて自分の口で覚えなさいと、はい、自分で見て覚えるものよっていう、はい、その言い方と、その私との波長が、はい、ぴったり合ってしまって、このクソババアと、もう絶対見返してやるって、はい、そこで、はい、その電話の一本で本当に人生を変えてくれて、で友達に、私がするけんって、はいはい、まあ、私についておいで。どうやって今までのですね、900人ものですね登録スタッフを抱えるような会社にまで成長してこれたんですか？一番初めは、お葬儀の知識も経験も、もっと言うとお葬儀ってどんなものかが全くわからないじゃないですか、はいはい、なので、うちの母に、ね、お母さんってお葬儀ってどこに行ったら調べられるとって聞いたんです。なるほど。そしたらうちの母が、はい、お葬儀は新聞見れば自分で調べられるって、奥屋ミラン、はい、奥屋ミラン、あそこに自分の近くのご近所のお葬式情報がわーっと書いてあるんですよ、はいはいはい、でそれを見ると、はい、あ、何々会館自分家の近くだっていうのがこう分かるわけですね、うんうんうん、常にその日から自分の服装は、はい、もう全部真っ黒みたいな、喪服、喪服、はい、黒のジャケット、黒のパンツ、はい、黒のスカートみたいな感じ で、はいはい、でそれを見てはお葬儀に行って、それを見てはお通夜に行って、知らない人の、知らない人 の、 知らない人のありとあらゆる知らない人の、2ヶ月間で50件以上のお葬儀回りましたので、はい、勉強のために、そうなんですよ。へえ。一番初めは勉強のためにっていう、はい、なんか勉強とりあえず見てみようかな、はい、どんなお葬儀ってどんなもんなんみたいな、はい、で1軒行って2軒行ってドキドキするじゃないですか、はい、知らない人なんで、はいはい、で2軒3軒で5軒、で10軒を超えると、今度は結構冷静で、はい、今日のお花ってすごいとか、音楽が違うじゃんとか、人のサービスが違うとか、なんかこうそういうのがちょっとずつちょっとずつこう冷静に見えてきたんですっていうもので、やっぱお葬儀のこの業界に対しての自分の先入観がどん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 変わっていって、で、あ、ちゃんと頑張ろうっていうのがやっぱりその時期にいろんなのを見た中で自分の中でこうすごくどんどん確立していった。どんなお葬儀を作りたいと思ったんですか？そういうのを勉強してみて、50件見た中で、井原さんがこういう戦い方をしようと、どういうふうにその時決意したんですか？ありきたりのお葬儀ではなくて、はい、やっぱりその方のこう特徴を生かしたような、
例えばカラオケが好きだった、お母さんとか、すごく趣味が絵が趣味だったとかいう方だったら、こうやっぱり自分の趣味を飾りながら、こう個性を生かしてらっしゃるようなのがいっぱいあるわけですよ。ちょっとしたその工夫で、その方が全然知らない、私は全然知らない方のお葬儀なんだけど、あ、この人ってこんなことが趣味でこういう生き方をされていらっしゃるんだという、生前の生き様が分かるわけですね。イメージができるお葬儀っていうのがやっぱりいくつかあったんですよね。なんでそういうのを見ると、全く知らない私が参列させていただいても、やっぱりこう個人を偲べるようなものは本当にこう工夫とアイデアで、そういった形のものが提案できるんだっていうことをどん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 こう教えていただいて、生前のその個人の生前の生き様が伝わってくるようなお葬儀を作りたいと、提案していきたいと思われたわけですね。そうですね。本当に足で稼いでいく中で、足で動いていく中でいろんなものを見せていただいて、そのたんびに自分も涙しながらっていう感じで、なんかすごくいい体験をしました。なるほど。